トヨタ自動車、トヨペットトヨペットとは、トヨタ自動車の称号であり、それを冠したトヨペット店という販売店舗系列が展開されている。もともとは小型車用のブランド名と社名であったが、現在は使われていないため、トヨペットはトヨペット店の略称となっている。太平洋戦争後、トヨタ初となる小型車の生産を開始するにあたり、愛称を一般から公募。 その中からトヨペットが選ばれた。1947年10月 SA 型乗用車はトヨペット SA 型小型乗用車 SB 型トラックはトヨペット SB 型小型トラックとして登場した。以後、小型車にはトヨペットの名が付くようになる。1950年代、台米輸出の先駆けとなる初代 RS 型が北米市場において、 数々の故障を起こしたことにより、トーパットならぬ、トーパットと,と揶揄された。1956年4月には、新しい販売網、トヨペット店が設立された。これは、既存のトヨペット SKB 型小型トラックの造販を目的としたものである。同年、このトラックに、トヨエースという社名が付与された。したがって、現在のトヨペット店における取扱い車種で最古の、 ものは、このトヨエースである。ちなみに、トヨペット名の販売店ではあるものの、トヨペットクラウンは、従来通りトヨタ店扱いとされた8月7日までは、大阪トヨペットでの扱いだったが、旧、大阪トヨタとの社名交換で翌日から、大阪トヨタでの扱いとなった。こうして、トヨペット店が誕生したのとは、対照的に、トヨペットブランドは縮小されていくことになる。 1961年に登場した小型車、パブリカでは、トヨペットの名は使われず、これ以降の新規車種も同様にトヨタブランドで登場する。また、既存のトヨペットブランドの車種も次第にトヨタブランドに改めている。ただし、初代マーク2はトヨペットコロナの派生車であったため、トヨペットコロナマーク2として登場している。そして、 これがトヨペットブランド最後の新規車種となった。最終的には1978年9月に登場した6代目コロナが社名をトヨペットコロナからトヨタコロナに改めたのを機に社名としてのトヨペットは消滅した。社名にトヨペットが付与されて販売された車の一覧朝日グラフ1955年1月21日号掲載の広告。 ありがとうございます。